あたしはた！私はあたしは負けないすごい、あなたって向かうところ敵なし絶対負けない冷静に自分を他人として見たくなかったわなんかいろいろ気づかされるすごい活躍 すごい活あたし敬してます素敵私あたしついてきますからやるじゃないやるじゃないあたしも負けてらんないあんたすごいじゃないちょっとかっこよかったわよエド <laughs> じっちゃいましたエド <laughs> じっちゃいましたあたし 迷惑ばっか,かかけちゃってますね乙女の危機にさっと現れるくーかっこよすぎブー遅いブー遅いか弱い乙女を見殺しにする気手伝って私の背中、今からあんたに預けるわどかないと、はっ倒すわよどかないと、はっ倒すわよ う,う,うちょい好きな相手と戦わせんなお願い引いて友達をボコボコにしたくない乙女をボコボコにするなんてひどい乙女をボコボコにするなんてひどいまあんたをボコボコにせずにすんだけどさいたたでもこれでよかったかも。 渋くて強くてかっこいい。さすが親方様よね。子にらしいし可愛くないけど、やっぱ腕は半端ないわ。休養期の本気見せてもらったわ。私も燃えてきた。ちょっとカグチん頑張りすぎじゃない。親方様すごーい。 お館様すごい伊達に胸元パックリ開けてませんねやっぱ親方様かっこいいパックリお胸に危うく飛び込みかけたわ親方様ありがとうございます親方様ありがとうございますちゃんと見ててくれてるんですね親方様毎度すいませんでもいつか いい女になってみせますからあの子やっぱ一流だわあの子やっぱ一流だわ性格がもう少し良ければね悔しいけど武芸はあんたのが上かもま女っぷりではあたしが勝ってるけどあたしを笑いに来たのあたしを笑いに来たの本当に笑ってないで手伝いなさいよ ありがとう何よ素直に礼を言っちゃ悪いわけ爽やかで可愛くて強い爽やかで可愛くて強いそりゃまあモテるでしょうよ <laughs> やるじゃない私たちモテ系乙女の時代が来たのね待ってたわ援護して待ってたわ援護してモテ系乙女二2人組で切り抜けるわよ ありがとう苦しい時の友こそ本当の友よねうわあんなおしとやかな顔してうわあんなおしとやかな顔して実は魔性の女ってやつカグチンすごいじゃない可愛くて強いまるであたしみたいちょっとこんな修羅場に来て大丈夫ちょっと… こんな修羅場に来て大丈夫てごめん、私のために来たんだよね。カグチン、ありがとう。あんたが来てくれると、ホッとするわ。真剣勝負よ。いいぐっ、<laughs> か弱い乙女をよ,よくもここまで。うわあ！もう怒った。頭きた。必殺熊殺し、受けてみなさい。今日こそ。 女として認めてもらいます。さすが親方様伊達に胸元おっぴよげてないわ。このままじゃ、また小僧扱い。ど土星負けてたまるか。私が勝ったら熊呼ばわり禁止ね。ぐんぬぬ。素晴らしっこい。でも、あの口だけは何が何でも黙らせる。 のもうこうこなったらやけちゃ究極の秘技であんたを止めたる吸養期と真剣勝負燃える展開ね押されてるけど絶対負けないモテ系2人組の顔はあたしなのよここで負けたら完全に負け犬じゃないうう にどきなさいねにゃどきなさいって言ってんのにきょとんとしながらペシペシ叩かないでうわーおとなしくしてりゃおどりやーてやだカグチン今の忘れてね私あたしはいつでも誰の挑戦でも受けえるあんた時々カチンとくんのよ消す

いや親方様意外だなーといとしのかみさんいなくても頑張るんですねそりゃここでも俺には大事なもんがある例えばてめえみたいな家臣 <laughs> おハ親方様今あたしのこと大事ってあたし本気にしちゃいますいいですねちゃっかこないだは早とちりしやがって。 てめえに叩かれた背中がまだいえや。俺は正面にしか傷がねえのが売りなんだ。こんなとこで傷しよっちゃいねえだろうな。ごくり。ぬ、脱いでください。親方様、あたしでよければ確かめますから。えへへ、こないだはさらにご無礼よ。この世界の破壊の衝動に毒されてたみたいで。はっ。 背中に傷ができてたら、てめえのせいだ。俺の背中は、以後、任せたぜ。は、はい生きてるって素晴らしい私、親方様をもう死なせませんからあの、貝様、お尋ねいたしたいことが…貝様とか、様付けはやめてよ、水臭いで、なになになかな、カグチン はいあのそのあのこれを聞いてよいのかどうかあの家具ちんの「ちん」って何でしょう友達の忍びが言っててあたしも使ってるのそいつかわいいんだけど憎ったらしくってさ <laughs> その方とは仲がよろしいのですね それで、チンもお好きになられたのですかカグチン、ちょっとおいでよ。爪、お手入れしてあげる。あ、その…ありがとうございます。か、カイチン。ほら、綺麗になった。またおいで、いつでもやってあげるから。